対戦相手のアンセムになります。433のシステムで来ているんですが、北澤さん、まあ、これアンカーをどこに置くのかということになろうかと思いますが、これどうご覧になりますか。そうですね、アンカーがどちらかというとセンターバックの間に置いたりとか、まあ、そこでユーチューブは攻撃的に行きたいと思いますよね、そこでポイントになるのはサイドバックに当たるということですね、サイドバックが高い位置にとってそこにポイントが積み出るとサイドからの攻撃が始められるということなんですよね。まあ、でも結構これアンカーに負担がかかりますね。そうですね、チームが進んでいる方向と逆に進まなければいけない、下がらなければいけないということがありますから、はい、ここはちゃんと安定感を保てないと厳しくなりますからね、はい、ファーストハーフキックオフです。スジュンバダ対アメリカ、サイドを紹介します。向かって右のエンドから攻めるのはアメリカ、反対側左のエンドからスジュンバダとなります。
んとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか？いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。アメリカ、先制ゴールが決まりました。1対0。1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、はい、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですね。アメリカはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。激しいものがあります。デュエッベルス、グラセナ、さあ繋がるか、どうだ、仕掛けるか、さあ来た、シュート、これ早かったですね。いや、これまたすぐ追いつきましたよね。これはなかなか動きのある展開になってますよね。これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さん、どうご覧になりますか？いや、素晴らしい展開でしたし、迷いがなかったですよね。相手の守備のブロックを切り崩すボール運びでしたよね。スジュンバダ、同点に持ち込みました。キックオフスタートって一番こう注意力落ちる時なんですけどね、そこをついてよく決めましたね。はい、裏へ届くか、さあカウンターのチャンスになります。どうする、
北澤さん、前半ご覧になってどう思われました？フジュンバタとしては結果として1-1で折り返すわけですけど、失点した後すぐに取り返したのは良かったでしたね。相手に流れを持っていかれませんでしたからね。フジュンバタ対アメリカ、ここまでお互いに1点ずつ譲り合い後半を迎えます。後半見ていきましょう。ファーストハーフはお互いに1点ずつと、それなりにゲームに動きがありました。マッケニー、ここでファールがありました。これはカード。抜け出しました。
Thank you.
場ならわかります。抜けてくる、振り抜ける、シュート、左に攻めます。スズンバ決定的なチャンスを迎えたシーンでした。点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。そうですね、ありがとうございます。さあ、そろそろ放送時間も少なくなってきました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。スジュンバダ見事逆転勝利。